こう何？洋服屋さんの表現の幅がめちゃくちゃ広がったよね。あれ何？鼻水？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月20日土曜日の午後5時48分です。今日は特にお知らせはありませんが、今日は星座占いによると一日ハッピーに過ごせるそうなんです。何座？しずえさんは。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。では今日皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。個人的な話ならそこまで教えていただきたいね。ふふ。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。なんかあれをね、思ったんやけどさ、島民の、この何？誕生日とかお祝いするけど、お店の人たちの誕生日もさ、あってほしくない？お祝い。なんかその日だけ安くなるとか。安くなるとか。私何頼んだっけ？たぬきマイレージプログラム。ちょっとよく覚えてないんやけど。モニカ、ねえねえ、アイナちゃん。昨日アイナちゃんがあたいの夢に出てきたの。もしかして何かあたいに伝えたいことがあるのかなと思って、メッセージカードを書いてみたんだ。お返事待ってるね。バイ、モニカ。モニカ、今そこ通ってったよね。お、アイナ様、いつも堂々エアラインズをご利用いただきありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして、当社のオリジナルグッズを贈呈させていただきます。堂々エアラインズ。これって使った回数によってもらえるとかそういう感じなのかな？とりあえず最初これ。あ、そっか、たぬき開発のスリッパや。今なんか、無地のスリッパ置いとるけん、ちょっと、可愛いのに変えようかなと。こっちもスリッパ。え、両方スリッパですか？ちょ、待って、見たい見たい。まず、たぬき開発のスリッパはこれ。このなんかちょっと、葉っぱのマークがついてるやつね。んで、堂々、間違えた。間違えた。え、てか私、今、裸足？え、今私、裸足でいます？ちょいと待ってね。で、これが、堂々エアラインズの、スリッパ。あ、かわいい。いいね、いいね。青いやつの方がいいかも、私。え、私今、裸足で歩いてんのか。何やってんの？お、ハンナちゃん。おや、アイナじゃないか、だってね。おしゃべりして。ここの暮らしにも随分慣れたよ。ちょっとばかし不便なとこもあるけど、住めば都とはよく行ったもんさ。だってね。うんうんうん。あ、そっか、今日土曜日、トタケケだ。いや、調子はどう、アイナくん。話しに来たよ。また会ったね、アイナくん。夢の中で会ったじゃないか、まさしく。知らねえよ。あ、なるほど、トタケケのとこに来たんよね。あ、アイナちゃんちゃん。あは。お話ししよう。ライブ中に話しかけられてよく怒らんね。こんな雨の日はリンゴジュースが飲みたくなっちゃうよ。あは。なんで？繋がらないんだけど、まったく。こんにちは。相変わらず元気そうだな、心。おしゃべりしよう。体を動かしていい汗をかいた後はちゃんと着替えるんだぞ。体を冷やしちゃ意味ないからな、の心。ありがとう、優しい。でもみんなさ、なんかそうやって、カッパ着たり、帽子かぶったりするけど、絶対顔びっしょびしょやと思うよね。確実にびっしょびしょやと思うよね。よいしょ。あ、ほら、咲いた咲いた。紫のチューリップ。あ、マミーさん。どうも。まあ、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか、ダフン。世間話でも。今日みたいな日は天体観測をするのもいいかもしれませんね、ダフン。今日みたいな日は天体観測？え？大丈夫？めっちゃ雨降ってますけど。どうも、ルーシー。あ！ルーシー飾っとるやん。飾っとるやん、リサと海蔵くんの。ちょうどお顔が見たいなって思っていたところなんですよ。マジで、おしゃべりしよう。そういえば、アイナさん、昨日たくさん化石を見つけたって聞きましたよ。え、毎日たくさん見つけてるよ。もう鑑定はされたんですか？珍しい化石だったら嬉しいですよね、よ。うんうんうん。あの、なんか化石を使って、化石のちっちゃい模型みたいなのを作るのが集まりではなくなったらしいんやけど、
ね、なぜなくしたんだろうか。確かに、私はなんかね、でっかいまんま、ウェンディの家に飾ったりとか、飛び盛りではしとったけど、でも小さいの絶対需要あると思うけどな。あ、なんか作りよる。かじろ、やっほー。一度こだわり始めると、凝りたくなる性分でな。ひっ。何してるの？かかしをちょっと工作してみようと思ってな。かかし、いいやん、いいやん。それはまたあれかな。アンチョビの家の近くとか。そうだ、俺の考えたかかし作ってみるか。なーに、簡単だから心配すんな。き、作ってみたい。いいぜ、作り方、ここにメモしてあるから、この通りに作ればバッチリ作れるはずだ。ありがとう。なんか可愛くリメイクできんのかな、カカシ。カカシを可愛く。ふんふん。カカシのレシピを覚えた。だってなんか若干不気味やん、普通のって。めっちゃレシピも増えてきたな。こんな感じ、カカシ。あ、でもこれは、あれやね。リメイクのマークついてないけん。あ、これ低い庭石。思った以上に低かった。低いっていうか平べったい感じなんやね。だって高い庭石がさ、どこ行った？あ、これか。こんな感じやん。あ、苔むした庭石もあるんか。なんか結構和風な感じのも揃ってきたような気がする。あ、でこれなんか、まあ、桜の時期に石の水受け桜ゲットしたけど、昨日かな？あの、バルーン割って、普通の石の水受けも出てきた。まあ、断然桜の方がいいけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速旅立ちますか。行ってきます。お、雨降ってる。アテンションプリーズ、冬季は間もなくドレミ島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前10時47分。天気は雨、気温はそれなりでございます。冬季は間もなく着水いたします。はい、ってことでドレミ島に到着。どうも。え、これはまさかのプレゼントでしょうか。え、すごい。なんか一個だけ色が違うのが気になる。みんなさ、めっちゃ用意してくれるんやけど嬉しい。すごく嬉しい。ちょっと待ってね。間違えた。間違えた。ボタン操作間違える。開ける。あ、なるほど。やっぱこの島を巡るためにこの服がいいですよみたいな、傘まで用意してくれてる。え、ありがとう。お金まで、なんてこと。え、お団子頭かわいい。いいね、いいね、お団子頭。お、持ってないやつ。うん、こんな感じ。え、めっちゃかわいいんだけど。嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。ありがとう。やったね。ウッキウッキ。私、自分の島でもさ、雨の日に傘とか全然ささんのやけど。このね、島の入り口にある、この読書スペース、めっちゃこだわって作ったってやった。いいね。やっぱこういうスペースをさ、なんて言うん？外に作るっていう発想がね、自分の中に全くないけん。なんかすごいな。ね、こういう憩いの場。あ、これもしかしてウェディングのやつ？なるほど。いいね、いいね。あ、ちゃんとあれなんやね。椅子に座っても、傘は持ったままなんや。へぇ。こっち側やったらよく見える？こんな感じ。いいね。かわいい。あ、よかった。ちゃんと合うような靴下履いてきといて。靴下いらんかったかもやけど。これは落ち葉を表現したんかな。なんか全体的に、入り口近くは白い花が多いね。上品げな感じだわ。
あ、これって水飲み棒、鳥みたいなのがおるんやね。へー、おー、びっくりした。みんな傘をさして、あ、お揃いやん、傘お揃いや。ね、じゅんくんの傘かわいくない？これ何？アシカみたいな感じかな。かわいい。あれ、君はもしかしてイソカラのお客さんかな。ようこそドレミエ。僕のことはジュンと呼んで。君のことは？オッケー、アイナくんだね。このドレミには愉快な仲間がたくさんいるから楽しめると思うよ。あながち。なんであながちなんやろうね。いや、なんか前の、あの、どうせっていう口癖よりはいいと思うんやけど、あの、なんかこのあつ森になってから口癖が変わった子たちがちょいちょいおるっぽいね。コメント欄で見た感じ。あ、いいね。こういうところにも椅子を設置。え、てか灯台可愛くない？めっちゃえ、灯台の色可愛い。え、うちの灯台ってめっちゃ普通な感じやった気がする。グレーやったっけ。あ、いいね。川の真ん中にこういう、何？地面置いてそこに花。へー、そうか、そういうやり方もあるのか。めっちゃ走り回ってらっしゃる超走り回ってらっしゃる。待って、ここがあれよね。やっぱドレミ島やけん音符マークなんかな、旗のマーク。んーと、あ、こっちの方が、あ、別にお店が揃っとるとかいうわけではない。あ、いいね、こういうの。へー、なんかこういうね、塀を作っておいてその奥にお店みたいな。そう、こういうね、塀もさ、全然私は活用できずに。お、ウリちゃんおるやん。じゃあ私もあれやな、自分の島に戻った後で、同化会ではあるけど株を買っておこうそうかそうか、今日は日曜の午前中だよ。今かわいい。え、めっちゃかわいい。なんかこういう感じさ、あれじゃない、ドラクエビルダーズ思い出すんやけど、私だけなんかこういう感じ、繋がった壁の。洗濯物干してるけど大丈夫ですか？取り込まないと。誰のお家かわからないけど。やっぱみんなあれやね、スズラン咲いとんやね。すごくない？だってみんなさ、村の評価最高になっとるってことやろ？村じゃない、島。ほら、至るところにスズラン、あっち絶対盛ん自信があるわ。だってずっとやりよと飛び盛りもさ、一回も咲いてないもんね。すごい、なんかめっちゃ、いいね、こういう段差を利用した島。え、庭めっちゃ広くない？超お金持ちじゃない？あ、家の前に置くのいいね、花。すごいなんか上品な感じのお家。お邪魔します。もうこれ時間かかりよるけん、めっちゃ雨でビシュビシュやと思う、入るまでに。お、なんか中も、白系で。何これ？あ、鍵か。そう、今回ね、なんか飛び盛りの頃に比べて色々と細かい家具がめっちゃ増えとるよね。まあ、大まかなやつも多分、何系みたいな、系統がめっちゃ変わっとると思うんやけど、あの、ラブリーがなくなってキュートになったりとかね。まあ、でも、ラブリーはラブリーで可愛かったんやけど、ちょっとなんか大人っぽくなった気がする。全体的に。お、左側は、ここはお風呂と、まあ、水場？洗濯物。いいね、洗濯機。かわいい色。ミントグリーン。お、そして横の、電気は黒でかっこいいっすね。ちょ、かっこいいっすね。で、細かい家具が増えたことによって、再現度がめちゃくちゃ、今まで以上に高くなるっていうね。いいなぁ、綺麗。あ、もしかしてこれスピーカー、あ、スピーカーや。へぇ、すごい。いいね、なんか。こう何？雰囲気とかを損なわずに、みたいな。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥かわいい。この子は、レムくんやっけ。なんか前に、コメント欄で教えてもらった。え、合っとるよね。似たような違う子？あの、新しい住民の子よね。かわいい。あ、かわいい。この子あれや。私が、前にね、
あの、飛び盛りの時やったかな。ねえ、新しくね、村に誘うかどうかって思いよった子、めっちゃ可愛い。名前忘れたけど。この子たちが村に、島よ。この子たちが島に住んどるってことかな。可愛い。そしてめちゃくちゃ、ハートがたくさんの部屋。いいね、女の子って感じ。はい、そして右の部屋へ。お、右側めっちゃ和風や。この座布団かわいい。金魚柄や。これあれかな？パターンのやつかな？もしかして。座れた。座布団3枚。あれやね、焦点的な感じやね。え、これパターンのやつかな？パターンこんなんなかったか？なんか浴衣に合いそう。金魚柄。よき。はい、そして、2階へ。もう2階はなんか、重厚な感じやね。なんか、いかついっていうか、威厳のある、おじさまがおる感じが。そんな感じせん？あ、でもちゃんとこれ、DIY のあるんやね。作業台を使わせてもらって何か作ろうかな。人の島でも作れてしまうのか。なるほどね。そしてホットミルクを飲みながらテレビをね、鑑賞するという。え、でもアクセサリーがある。女社長か何かですか。威厳のあるおじさまかと思ったら違った。なるほど、なるほど。かっこいい。はい、そして地下へ。お、地下は、仕事場というわけではないんかな。でも、ロフトベッドとかあるね、こっち側。なんかこの右と左で全然雰囲気が違う感じがする。右側はなんかちょっと、女子高生ぐらい？女子ではないかもしれんけど。いやでも雰囲気的にはなんかね、それぐらいの思春期のっていう感じやけど。左側はなんか、シンプルにまとめられた仕事部屋って感じ。ね、なんか難しそうな本も並んで。微妙にさ、なんか、文字が読めそうで読めんねよね。なんとかのなんとかって書いてない、右から2番目。のっていう文字が見える気がするんよね、気のせいかな。はい、お邪魔しましたさあ、さっと。ん、あの横は。あ、なるほどね、こうやって庭を広くして、ちょうどこの入り口のところにポストがあると。なるほど。敷地内には入らずに。まあ、現実でもそんな感じよね。いいな。やっぱみんなにお庭があるって素敵。ここにも誰かが来るってことやね。もうすでに、外にはお茶セットが用意されている。よっき。そして、あ、見て！庭の木、ハリボテ。かわいい。いいね。あ、草もあるよ、草も。なるほど。そういう感じでやっていくというのもあるのね。ん？こっち側にも、家が。いいなぁ、住宅街が整っとるってやっぱ大事よね。うちの島何一つ整ってないもん。みんなどうやって整えたんやろ？私なんかやっぱあれか？きっちりきっちり測ってやったってことよね、きっと。私みたいに感覚でとかじゃなくて。めっちゃなんかリゾート感が。私感覚でやったらさ、めっちゃなんか家の位置がずれまくって、ずれまくってずれまくってしょうがないんやけど。ここでキャンプをしている人がいる。そしてやっぱりみんな作業台を至るところに置いてある感じやね。しかもその景観を損なわずに、自然な感じで溶け込ませているという。そしてここではカフェが楽しめる。いいね。なんか野宿しよるようでもおしゃれ。お、かわいい。帽子。私、それの赤版持っとる。この島で見かけないのかを。ということは、よその島からのお客様？そうですか。アイナさんとおっしゃるんですね。はじめまして。カモミちゃんかわいい。私、カモミと申します。他の島の方とお話できて嬉しいです。そうかも。そうかも。なるほど。可能性的な。キキキー。
こういうね、なんでもない風景とかもめっちゃ作り込んどるよね。私、ここはこういう感じ、ここはこういう感じ、みたいな、大まかに決めていかんと何もできんねえけど、細かく細かく作り込んでいくということができない。ほんと？地図地図。あ、このでかいところは行ったんよね。ってことは一番奥か。お家があるのは。あ、ここはなんか広場？へぇー。なんか DJ ブースがあるよ。てかピンクや DJ ブースかわいい。私普通に黒かった気がする。あ、いいね、いいね。こういう感じでドーンと広場作るのいい感じやね。てかこれなんなんやろ。なんかこれさ、ある島が結構いっぱいあるんやけど、私はまだあの家具を見たことがない。あ、もしかして あそこがここか。みんなあれだな、敷地が広いっすね。あ、かわいい電話ボックス見えなくなった。あ、ちゃんとテレフォンって書いてるよね、これ。知らんかった。電話ボックス茶色いのおしゃれやな、めっちゃ。ね、ほら、家の敷地広くない？ここから入るんかな？え、違うね。え、違うね。え、待って、どこから入るの？こっち？入り口あったっけ？あ、こっち側から入るんかな？え、違う。え、やっぱりあそこをすり抜けていくという。もしかして配電4になっとるとか？え、そういうこと、え、違う？どう入るのかしら。でもこっちが家ってなっとるけん、やっぱここからなんか。入れない。入れんようにしとるってことかな。家の電気も全部消えとる感じやし。なるほど。なるほど。あ、こっちに博物館とかがあるっぽい。お、外に、キャットタワーが。ここは何スペースなんやろう。ちょっとなんかお茶を楽しめたりとかする感じなの。あ、カフェ？見て見て、ほら。ジュースとコーヒーがあるよ。なるほどね。そういう感じ。2種類ぐらいあるのいいね、席。なんか1種類でまとめようとしてしまうけど。あ、ここがキャンプ場。博物館じゃなかった。キャンプ場やった。博物館もうちょっと奥やったね。へぇー。いいね、いいね。すごーい。やっぱこうやってでっかく作った方がいいかな。そして地面もなんか変えた方がいいかな。私ひたすらこの元々の芝生なんやけど。すごいな。そう。私、これこれこれ。このテーブルが欲しいんよ、これ。わかる？このテーブルをね、あの何、浜辺とかに、浜辺とかキャンプ場とかに置きたかったんよ。やけどなかなか、あ、これはもしかして組み合わせとる感じ？あ、繋がっとるわけじゃないんか。それぞれか。でもそれぞれでも私多分なかったよね、レシピに。おー、釣り堀があるよ、釣り堀。すごい。なるほど、そういう発想。ここで魚の餌を買って、で、ここで釣りを楽しむと。え、めっちゃすごいやん。へぇ、あ、キャンプ場からのっていうことやね。ここに座って、釣りを楽しむ。すごいね。そんな施設思いつきもせんかったんやけど、確かに川とか池とかが自由に作れるってことは、そういう施設も作れるんか。へぇ、発想力が素晴らしい。ね。なんか今までなかったようなそういう施設を作れるんやもんね。ほんと？こっち側か？ところどころに絵が飾られている。あ、びっくりしためっちゃびっくりした生首って思った。急激な。あ、これは奥には入れん感じ？シュッてやったらいけるんかな？いけんかった。ってことで、ちょっとこの和風なお家、お邪魔します。あれ、ポストとかないね、ここ。え、なに？怖い。え、なに？怖い。トイレ。公衆便所ってこと？公衆便所ってこと？え、でもこれだけならあれやけど、なんか真ん中、
見せ物ですか。みんなに見られながらのトイレ。そして向かい合ってのトイレ。なんだ、謎の施設に来てしまった。ん、横は普通に和室やった。ああ、よかった。よかった。すべてが謎に包まれた施設かと思ったよ。はい、そして奥の部屋へ。お、奥は庭や、中庭って感じかな。これは温泉っていう解釈でいいんかな？それとも、池っていうこと？いや、お風呂でいいんかな？洗濯物。あんな看板ついとったんやっけ？いや、てかそもそも私が持っとるのはこれじゃなかったか。これじゃなくてもっとなんか違う感じやった？お湯流れてきてはなかった気がする。はい、そして右の部屋へ。お、右側は寝泊まりするところかな。ほいね。この襖いいね。全体が襖。なんかそれはそれでちょっと圧迫感が。現実にあったらね。どこもかしこも開いて部屋と繋がっているという。はい、そして2階へ。びっくりした。何？なんかもう、このお面めちゃくちゃビビるんやけど。この謎にドーンとある感じね。あ、よかった。回転したら何か、恐怖的なものがあるかと思ったけど違った。はい、そして地下へ。何これ？こんなのがあるんや。へえ、ねえ、川辺、川辺、すごくない？え、めっちゃすごいんやけど。いいね。え、てか、キャンプ場とかさ、こういう雰囲気にしたくない？なんかこういうのを挟んで、キャンプ場、なんかこういうバーベキューとかに合いそうじゃない？こういう雰囲気。私、現実でバーベキューしたことないんやけどね。なんかこういうイメージ。え、めっちゃいい。ほら、ちゃんと水。パッシャパッシャ。え、いいね。え、ここめっちゃ好きなんやけど、私。なんかこう、新しく増えとる壁紙というか、めっちゃいいやん。世界観が。はい、お邪魔しましたー。ふぅ、毎回毎回、お面に驚かされる。恐ろしい。なんかここの庭面白いね。え、てかかっこいい。これサーフボードってこと？へぇ、すごい。あんなかっこいい感じにできるんやね。あれは普通にリメイクしたってことかな。ここの間抜けれるんかと思った。抜けれんかった。これ何？あ、なんか、見て。化石や、化石。化石貼っつけとる。こういうプレートがあるんや。へぇ。お邪魔します。おー、え、すごい。なんか、なんか壁にさ、めっちゃ服とか、なんか飾り方さ、あれよね、集まりになって、めっちゃオシャレになったよね。まず靴屋さんとかできそう。ね、なんかさ、靴屋さんってこういう感じで、靴飾ってない？え、かっこいいな。これ何？洋服屋さんの表現の幅がめちゃくちゃ広がったよね。あれ何？鼻水？鼻水？ね、めっちゃ広がったよね。リュックとかもいい感じやし。リュックに帽子に靴。いいな。お店。これはソフトクリームかな？めっちゃいろんな服持っとるやん。すごい。あ、メガネとかもこういう感じで飾れるんや。なんでも壁に飾れるね。すご。え、待って、これ可愛くない？このリュック。な、小学校とかで作りそうな感じの。私、こういうリュックで、なんやっけ、なんか、アライグマみたいなの作ったよ。ラスカルかな？ラスカルではなかったんかな？いやー、いいな、なんか、ね。
じゃなんかああいう感じの服屋さんがみたいな。あ、これあっちの奥にあった、あの木の奥にポスト、一瞬ゴミ箱かと思ってしまった。あ、なんかこういうちっちゃい感じの滝かわいい。めっちゃかわいくない？こういうのなんか。あ、で、ここに博物館。ほうほう。そしてその先にはビーチ。なるほど。ん？こっち側は。あ、すごい！戻ってこれた。戻ってこられたよ。イエーイ。いいね、いいね。こんな感じで。ああいうなんか、みんな結構さ、飛び越せる、なんていうん、なんていうん、飛び越せる感じのところ作っとったりするよね。あ、店先にこういう、いいね。椅子に乗せて靴を展示。なんかこういう感じで売り寄るって感じがするわ。へぇー。すごいなぁ、なんか。みんなアイディアが面白い。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月21日、日曜日の午前9時21分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。お知らせなさすぎじゃない？それでは、笑顔はいいけどもさ。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちら、たぬき商店の豆吉です。なんかバラがすごいことになってるな。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、1752ベルを口座に振り込ませていただきました。あ、バラってあれね。あの、マミーさんちの方の。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。もう最近ね、なんか、めんどくさくなって、花をさ、あんまり整えんくなってきたよね。間違えた。ハッピーホームアカデミー、あ、どうだ？アイノさんのお部屋は 77,962 ポイント、ランク S。お部屋作りのヒント、同じ色の家具を集めて置いてみましょう。お部屋に統一感が出て、綺麗に見えますよ。ハッピーホームアカデミー。私ちょっとね、現実的なのを、現実的な感じを目指してるけん、あんま統一感ないんよね。うりちゃん、久々。あ、いらっしゃい。株売り始めてまだ少し。株売り始めてまだ少し。日曜の午前中といえば、この売りにお任せだに。さあ、今日も新鮮な株をどっさり持ってきてるだに。なんかこの喋り方さ、あの、あれが思い浮かぶんやけど、あの、妖怪ウォッチの、誰やったっけ、ウサピョン。一株101ベルだけんど買っていきなさる？ 101 ベル買います。そんじゃ、いくつ買いなさる？一株101ベルだけんど、10株単位で売ってるんだに。ってことで、とりあえずじゃあ、もう手持ちのお金で買えるだけ買っとくか。490株？オッケー。490株ってことは、全部で 49,490 ベルだけんど、それでいいだに？オッケー。にゃはは、マイダリ。あれか、かぶりばばあさんは、にほほほやったっけ？笑い方。これなんかすごいよね、影とか。なんか立体的。株株上がれ、上がるとええね。かわいいぞ、うりちゃん。おー、めっちゃ増えた。なるほど。さ、101株やったね。どれぐらいまで上がるだろうか。どこかの誰かさんへ。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。誰かに自慢したかったから作り方を一緒に入れたよ。作るときには怪我に気をつけて。職人のおかっぴより。おかっぴ。ダンボールベッド、知ってる。知ってる。あれなんや、昨日ね、動画がいい。夜中にもね、なんか、DIY しよる子がおったけんさ、教えてもらったんやけど、なんか鉄骨の壁やって、しっとりやつやったんよね。なんかさっきから体中が、おー、波が飛んでる。むずむずするんだよね。僕の体になんかついてる？かゆ。ついてるよ。ちょっと待ってね。はっ。よし、オッケー。飲みだ！あー、かゆ。オッケー。え？僕に飲みがついてたの？全然気がつかなかったよ。取ってくれてありがとね。やっぱりアイナくんは頼りになるなーってし。
いや全然大丈夫だけども。ハンナちゃんやっほー。アリナ来てくれたんだね。だってね。世間話でも。ハッピーホームアカデミーの結果はもう見たのかい？見たよー、さっき。うちは、まあ、それなりにって感じかな。人から見た自分の部屋の出来栄えを点数で教えてもらうってのも、ある意味面白いもんだね。だってね。ハンナちゃんはもっと自分に合った部屋にした方がいいよ。うん。この家はうちのシーン丸出しさ。好きなものには囲まれたいたちなんだ。誰に何て言われてもね。だってね。趣味丸出しなの？そうか。実はこういう、ポップで可愛いのが好きだったのね。あ、そして、なんか今ね、このめっちゃ私、夏っぽい格好をしてるけん、ちょっとまた、マイデザをね、フェイスペイントのマイデザを考えてくれたらしいので、つけてみたいと思います。いらっしゃい！手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもー。ってことで、マイデザ印象ケースへようこそ。インターネットにアクセスしますか？お願いします。はい、このおはよう世界。これね、フェイスペイントらしいんよね。どんな感じでできるんやろ。マイデザインアプリの画面を開きます。保存先を選んでください。ってことで、まあ、空いてるところ。上書きします。はい、これで、待って、終了する。フェイスペイントって、顔につけれるってこと？ちょっと待って。どうやってやるんやっけ？こっちか。マイデザイン。そして、おはよう世界。これを、身につけます。あ、すごい！ちょ、待って。この、あ、そっか。そういうことか。これ、身につけとるようで身につけてないけんさ、この服たち。サングラス外そうと思ったけど外せんかったわ。こんな感じ見える？一応、おはよう世界ってさ、この右側のほっぺたに書いとって、左側のほっぺたにアイラ猫がついてあるっていう。え、めっちゃいいやん。おおきに、またどうぞ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2020年6月23日火曜日の午前10時20分です。今日は特にお知らせはありません。まだ火曜日ですから飛ばしすぎないよう無理にないペースでお過ごしくださいね。それでは。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃスポーティーな格好。あれなんよ、なんか、めった。袖なしパーカーかなんかをゲットして、可愛くないこれ。ボディバッグもつけて、お、ハンナちゃんからプレゼント。まあまあいけてるアイナ。まあまあ、まあまあって余計じゃない。アイナにちょうどいいもん見つけたからもらっておくれ。あんたもこういうのを履いたら今よりもっといい感じになると思うんだよね。試しにちょっと履いてみてよ。サイズ合ってるかな、ハンナより。お、ズボンとかそういう感じかな。あ、てか、今気づいたんやけどさ、手紙の横になんか星マークみたいなのあるね。これ、あ、こうやったら、流れていかんってこと。あ、確かに、今回あれやんね、郵便局とかないけん、ここで管理する。ポストで管理するんや。なるほど。なるほど。靴かな、ズボンかな、どっちやろ。ボンテージパンツ、どんな感じ？おー。なんか上下、全体的に色味が紫系になった。あ、見て見て、これ。バイオリン虫。お、なんか落ちとるやん。落とし物。落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。これなんかね、落とし物を調べたらヒントがわかるみたいなのをコメントで教えてもらったんやけど。少し破れかけてるポーチだ。ちょっとベタベタしてるのはジュースでもこぼしたのかな。すごーい。すごーい。なんかそういうのわかるんや。ジュースでもこぼしたのかな。これってなんかヒントなんかな。ジュースこぼしそうな子ってこと。あ、おった。おった。やっほー、えなくん。声かけてくれてありがとう、弟子。これ拾ったんだけど。
え、ちょっと見せてくれる？弟子。はい、これ。これは、僕の大切な袋じゃないか。ずっと探してたんだよ。物持ちがいいんよね。本当にありがとう。実はずっと探してたんだ。僕からのお礼を受け取ってね。ずっとって言っても、夜中私がベル集めしてる時はなかったけどね。えへへ、デニムのサロペットだよ。気に入ってくれるといいな、弟子。絶対私好きなタイプやと思う。ほんと？デニムのサロペット。イェイ、かわいい。え、待って、私これ持ってなかったっけ？なんかこの服持っとったような気がしなくもないんだけど。はい、そしてちょっとね、私、みぞれちゃんのポスターをゲットしたいと思いまして。ということで、みぞれちゃんのアミーボを読み込んでいきたいと思います。よーし。たぬき開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートにアクセス特典マイルを付与いたします。5日連続ボーナス200マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ちょっとお客さんを呼ぶ。こちらでは動物の森シリーズのアミーボを使って島のキャンプサイトにお客様を招待することができます。アミーボを使ってキャンプサイトにお客様を招待しますか？招待します。キャンプサイトに招待したいお客様のアミーボを用意してください。ってことで、みぞれさんのアミーボを読み込みました。この方をキャンプサイトに招待しますか？します。お、招待中、今。ほう。やっほー、みぞれだよ。あたい呼び出すなんて、なんか話したいことでもあるの？なんかすごい、あれ不思議な感じがするんですけど。あれやんね、ずっと。多分模様自体はこれやったと思うんやけど、ちゃんと服になっとるっていうのが。不思議すぎる、首に巻いとったのにずっと。え、キャンプサイトにおいでよって？どうしようかな。特に用もないし、行こうかな。いしし。でもちゃんと服になっとるってことは、なんかいろいろとおしゃれができるんじゃないかと。さあ、みぞれちゃん来たかな。やっほー。やっほー、みぞれだよ。呼んでくれてサンキュー。嬉しくて飛んできたよ。いしし。かわいい。広い家もいいけど、テントみたいなこじんまりした空間の方が妙に落ち着けるんだよね。アイラ島の空気も値に合ってる気がするから余計に。いい島だね、ほんと。いしし。これさ、違うんかな？キャラクターによって流れうる音楽違うんかなって思ったけど、そんなことはない。木製スツールをこの島で作ったとしたら、どんな感じになるんだろう？いしし。え、なにそんなの頼まれるの？マジで。作ってきてあげましょうか？え、作ってきてくれるの？あたいのためにサンキュー。えへへ。行ってみるもんだね。あ、でも明日には帰る予定だから、今日中に持ってきてくれると助かるよ。いしし。うん、作ってきます。みぞれちゃん作ってきたよ。あ、もしかして、お願いしてた木製スツール、作ってきてくれたの？いしし。作ってきたよ。はい、どうぞ。これがアイラさんの木製スツールか。やっぱり味があるよ。なんか島によって違うもんなの？木材が違うってことかな。えへへ、あたいのために本当ありがとう。超嬉しいよ。よかったらお礼にこれもらって。はい、ベルト付き水玉ワンピースだよ。絶対可愛いやん。大事にしてね。するする、てか着る。それじゃああとは残り少ないキャンプタイムを満喫しようと思うけど。あたいこの島には何回も来て、もっと魅力を発見したいんだ。だから、またキャンプに誘ってよね。し。ベルト付き水玉ワンピース。かわいい。やった、ありがとう。てかこれみぞれちゃんにも似合いそうよ。この島でキャンプしてると嬉しいことがたくさん起きるんだよね。今も超ハッピーって感じなの。もしかしてあたいのパワースポットなのかな？帰りたくなくなっちゃうよ。しし。住んじゃう？でも誰言われるかな？またアンチョビかな？マジで？それありかも。あー、でもこの島の知らないとこまだまだありそうだしな。ごめん、今回はやめとくね。だって何回も来てみなきゃわかんないし。だからまたキャンプに誘ってね。しし。とりあえず、ポスターはもらえるということで。みぞれちゃんこっち向いてくれる？かわいい。超かわいくない？ありがとう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は、夢見を
ゆめみがやっと行けるようになったということで、ですね、他の人の島に出発していきたいと思います。このまま眠りにつこうかな。眠ります。めっちゃ日の光が当たりそうやけど、まあ、でも頭の部分だけやけん大丈夫か。なるほど、必ず、これもまた広場ってことやね。さあ、目を開けてくださいな。ほい、アイカ島に到着。あなたは今、アイカという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それと、夢の中での過ごし方について、アドバイスが必要な時は、私に声をかけてくださいな。それでは、都のアイカ島をご堪能くださいまし。やっぱあれか、到着してすぐの、あの、島全体が見渡せるみたいなのがないけん、その分ちょっと寂しい感じはするね。ドリーム。いいね。あの、このアイカ島はもちろん、あの、飛び森時代の、アイカ村に、ん?アイカ村と同じく、ガラックさんの作ったアイカ島です。これ何?夢の中よね、これは。ええ、夢の中ですとも。んーと?置いた。置いた。鼻水?なぜに鼻水?とりあえずここは、でもプレゼントありすぎるけんあれよね。一応全部開けてみる?こんなに持ち物欄あったんやっけ?ちょっといまいちわからんけど。ちょっととりあえず気になるけん全部開けてみよう。あの、なんか身につけるものってことなんかな?んと、こっちが。毎回間違えるんよね、これ。はい。あ、鼻水。え、鼻水しかない、もしかして。ちょっとゾッとした。ちょっとゾッとしたぞ。鼻水しかないよ。これも何かしらの、物語のヒントなんだろうか。ちなみに今回このアイカ島は、あの、人食い島と、ちょっとね、関わりがあるっぽいんよね。あの、ツイッターのツイートで見させてもらったんやけど、そう、ゾルさんが呟いとって、どんな感じで関わりがあるんかがすごい気になるんやけど。うおー!見事に全部鼻水。これ垂らしていった方がいいんかな?そういうことじゃない?鼻水垂らしていった方がいいとかいうことじゃないかな。とりあえず外しとこっか。鼻水がいっぱいある。花粉症とかいうことではなく、さっきからすごい影が気になったんやけど、これ何?化石?何の化石なんやろ?なんか、何あれ?何の化石?え、化石よね。なんか首二つない?そういう設置の仕方とか、そういうこと?何かわからんかった。見えるんかと思ったのに。なにこれ?なんか、角と尻尾だけ色違う。金色や。なんかいろいろと、え、長っ。え、長っ。どういう状態?なんか、めっちゃ目覚まし時計いっぱいあるんやけど。大砲?え、ここまでしないと起きないというのは一体どういう、一体どういう、向こう行けるんかと思ったけど行けないのか。なんか周りに、もしかしてこの辺でも取れるんかな、一応。いや、取れなかった。取れなかった。何が置いてあるんやろうね。あ、すごい、なんか、ね、水。マイレザで水作っとる。ん?こっから抜けれんかったよね。んーと、こっち。いや、こっから抜けただけか。ってことは、ここはいけないと。んーと、待って、地図地図。とりあえず、こっちに一軒家があるっぽい。びっくりした。あ、外にも音楽が流せるんか。ほうほう。めっちゃカメムシいっぱいおるやん。で、これ何?桜の花びらか。うんうんうん。ね、私の島最近カメムシでんくなったんやけど、どういうことなんやろ。なんかめっちゃいっぱいあるよ。
めっちゃいっぱいポスト、そしてボーダーのマリンスーツ。え、こういう感じで置かれるん？へぇー。なに？靴がいっぱいある。え？なんか赤い靴がいっぱいあるよ。探してます。ちょっと待ってね。とりあえずここ一軒入ろう。お邪魔します。なんか奥にも探してますってある。蛇口がいっぱい。ん、これは、誕生日ってことよね。誕生日のお祝い。これ両端は友達？一応ストーリー的には、飛び盛りの頃と同じような感じなんかな。まあ、でも再現度というか、ね。いろいろとより一層すごくなっているんだろうけども。はい、左の部屋へ。何この部屋？リンゴ、あー、アダムとエブってこと？かな？ん？そういうことではなく？なんかあれやん、リンゴと、まあ、こういうギリシャ系のね、彫刻。神話、アダムとエブってことではないんかな？違うかな？そうだと思った。はい、そして、あ、奥はいけんくなったよね。こっちは入れる。はい、右の部屋へ。ん？何ここは？なんかいっぱい。ん？何あれ？え？あの壁にかかってるの何？化石？ん？骸骨かなとも思ったけど、なんなんやろあれ。なんか謎の。そしてみんな一斉に、あっち側向いとるね。何を見てるんだい？こっち側に何かあるってことなんかな？もうとりあえず意見っぽいけど。はい、じゃあ、上の階へ。あ、2階は、これお父さんお母さんと愛花ちゃんってことよね、きっと。で、これお母さん単体の絵と、犬。なるほど。まあ、普通に仲睦まじい家族っていう感じよね。このラジカセかわいいなぁ。かわいいなぁ。はい、そして地下へ。ん？地下はなんか、何これ？何が落ち、何のチケット？なんかみんな向こう側向いとる。何これ誰？だ、なんか口裂けてる？この子よね。でも、前に置かれてるこの子の絵はめっちゃ可愛いけど、後ろ振り向くとなんか、口裂けみたいな感じになっとる。なんなんやろ。めっちゃ明るい音楽流れよるけど。はい、お邪魔しましたー。さあ、それじゃあ、向こう側に、お、びっくりした。ここは入って、いけない感じなのか？ん？ここに3つ靴が並んどるけど、こっちにある靴は確実に、あれですよね。海の中に入ってますよね。これは、これを着て、海から行けということか。私の初期の時のマリンスーツと一緒や。待って、入れる？お、おし、入れた。で、多分こっちからぐるっと回って、あの家に行けるんだと、思うんだ。あれ、上がれない。え？待って。びっくりした。岩が邪魔しとったんかな？はい、来たよ。なにこれは？食べこぼし。鼻水の次は、食べこぼしがいっぱい。愛花ちゃんのってことかな？これ全部拾ってきたけど。別に拾う必要なかったよね、多分。でもまあ全部ね、プレゼントみたいに包まれとってわからんかったけん。これは、なんか靴下がいっぱい置かれてあるんやけど。探してます。で、これは、人探し？物じゃないよね。ん？洗濯機が。幻影公園。
指定の靴下は盗みやすいわ。どういうこと？靴下泥棒なのこの人。え、靴下泥棒さんですか？なんかいっぱい探してますがある。てか外にこんな感じで置ける。これもしかして前でさ置いとるんじゃなくて。え、わからん。ちょ、お邪魔します。もうびっくりした。え、これは埋められ、びっくりした。なんかと思ったわ。めっちゃ動くけん。埋められとるってこと？なんかめっちゃ水が。水をやったら何が生えてくるんすか？ほい、ちょっと待って。右側の部屋へ。え？こっちはこっちでなんか釣られてるんだけど。でもなんか、怖いアイカちゃんと可愛いアイカちゃんがおる。何？どういう状況なの？この家は一体何なの？そして明るい音楽。はい、それじゃあ、2階へ。ん？ここは、何なんだろうか。普通に、いやでもこれ便器であることは何か意味があるんだろうか。ねえ、綺麗なレストラン風やけど、めっちゃ便器なんよね。ね、これ切り株から生えとるの確実に毒キノコよね。これは一体何をミキサーで回しようかな。ん？はい、そして地下へ。地下は、牛がさらわれる？なんかそういうのあったよね。なんか牛が UFO にさらわれてさ、なんか臓器抜き取られていくみたいなの。なかったっけ？そういう現象。外国の方で。それを再現しとるってことかな？はい、お邪魔しました。びっくりした。探してます。なんかめっちゃ靴下散乱しとるやん。え、なんか島中に散乱してない？お、サメ。あの人が盗んだってことなんかな？自転車がいっぱい止まってる。ここの公園に遊びに来た子たちの自転車？ってこと？公園の中にも靴下散乱してるよ。びっくりした、こんな遊具があるんかと思った一瞬。なるほどね。あの、剥製というか標本というか、あれね。なにこれ？キノコ。めっちゃキノコ。そして水が流れて。ふんふんふん。すごいな、同じ化石がいっぱいある。あんなところに。何やってるの？何やってるの？流しそうめん？普通に流しそうめんやってるっていう解釈でよろしいんだろうか。何これ？宇宙人？え、何これ？なんか謎の、エビみたい。ここで何かしら、研究というか、え、何？この生物、なんで囲ってるの？生物だよね。なんか謎の生物がいっぱい掘り起こされたってことなんかな。ここは、お？何？不穏な感じ。土偶がいっぱい並んでいる。ここは一体、あそこで何を塗ってるんだろうか。お、そして、あ、これは、この人たちのキャンプ地というか、テントということかな。何の施設なんやろうね、ここ。びっくりした。ベルソー発掘隊。戦争に勝つにはベルソーがいる。なんだ、ベルソーって。ベルソーっていうのがあの囲ってた生物かい？なんか謎の生物。ベルソーやってベルソー。あれ、アイカちゃんじゃない？ねえ、そうよね、確実に。ちょっと待って。ん？あっち側にはどうやって行くのだろうか。
ここから渡っていける感じか。いや違う、段が上がっとるね。地図地図地図。こっちの、なんか人形がいっぱい。こっちの裏から回って、なんか飛んだ。なになになに、あれに囲まれ、待って、どこから来た私は今。あれ普通に。普通に歩いてきた。どこから行けばいいんだろうか。あ、またあれかな。なにこれ。パストビレッジランク D。パストビレッジランク D。過去の村？過去の村ランク D って何？ランクとかあるん？あ、ここから上がれる。な、びっくりした。曲にビビる。曲にビビる私。あ、これついてすぐのところの上やんね。ふんふんふん。これ何？キノコ？あ、音楽が落ちとるよ。大好き。アイカ村にも大好きいっぱい落ちとったよね。これは？これあれかな？あの、絵が描かれとった猫の子かな？と、アイカちゃん？なんか向こう側にもいろいろと。あの木馬の色かわいいな。アイカビレッジランク D。アイカビレッジになったよ。ランクとかあったんやね。何これ絵が描かれてある。これが一体どういう絵なんかが。帽子をかぶったアイカちゃん？白黒版。違うかな。よっ。腐った株。ゴミだらけだよ。人の不幸がそんなに楽しい？そんなことは思ってないです。ちょっとお邪魔するね。うわぁ。あんなに幸せそうな家族が、一気にこんな感じに。何あれ？ハエ？え、ハエこんな感じになるん。何これ ?360 度どっからでも見れるんや。壁があるんかと思った中に。荒れ果ててしまっている。ちょっと左の部屋へ。ん？左の部屋は、蜂や蜂だらけ。何捧げてるのあれ？何のレシピ？何かしらレシピをお母さんに捧げとるね。何なんやろう。何を作ろうとしようんやろ。ほい、そして、奥の部屋へ。いけんかった部屋や。ん？これは？なんて書いとん？え？な、え？なにこれ？日本語？ん？日本語なんかなこれ。なんて書いてるのかが全くわからねえ。え？謎の民族文字みたいな感じ？うわ、斧持ってるし。何ちょっと犬の餌みたいな。人を殺したけん捕まってここに入れられたんかな？横にある首なしは？ほい、そして、てか周りで見よった人たちは一体何なんやろ？ほい、左じゃない、右の部屋へ。ん？右側は？何？なんかめっちゃ貫かれてる感。ね、部屋を。どういう部屋なんだ、ここは一体。はい、それじゃあ、2階へ。あ、またしてもこれ。犬もぐしゃぐしゃ、お母さんもぐしゃぐしゃ、そして自分もぐしゃぐしゃ。あ、見て。この鉄道模型さ、最初のところでは春やったのにここでは冬になっとる。もしかしてあれか？夏と秋もどこかにあったんじゃないか？お邪魔しました。はい、そして地下へ。
何ちか、どんぐりがいっぱい散らばってるんだけど。そして、愛の結晶。これ、あれよね。この服装、お父さんとお母さんで愛花ちゃんやろ？何この部屋。なんなんやろ。お店屋さんごっこ？ごっこにしてはめちゃくちゃ豪華やけど。なんなんやろ。お店屋さんごっこなんかな、これ。はい、お邪魔しましたほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。